地下核実験が行われたとみられる位置。2009年5月25日午前9時54分頃に、朝鮮民主主義人民共和国によって行われた地下核実験。2006年に続き2度目の核実験であり、2009年4月に行われたミサイル実験から約50日後に行われた。2009年5月25日午前9時54分頃、 北朝鮮の環境、北道基地周群豊か系、里付近で震度4.5前後の地震が観測された。韓国気象庁によると、M4.5 で震源地は北緯41.28度、統計129.13度で、前回の各実験地とほぼ同じ位置だった。同日正午前、朝鮮中央通信は、核実験を行い成功したと発表。 朝鮮中央放送も正午の定時ニュースで地下核実験に成功したと報じた。また5月25日の大韓民国の連合ニュースは北朝鮮米水橋里から午前12時頃に1発、元山から午後5時頃に2発の計3発ミサイルが発射されたと報じた。5月26日の韓国の連合ニュースが新たに北朝鮮が短距離ミサイルを2発発射したことを 発表。この核実験には北朝鮮側がアメリカ合衆国に対して瀬戸際政策を有利に進める狙いがあると見られている。日本国内では核実験の6日前には北朝鮮タンクローリー不正輸出事件が起きている。韓国は核実験後大量破壊兵器拡散防止構想に加入すると発表した。 これに対し北朝鮮反門店代表部報道官は5月27日、我が国に対する宣戦線復刻とみなす、我が軍隊ももはや休戦協定の拘束を受けることはない。我が革命武力はそれに伴う軍事的行動に移ることになるという内容の声明を発表した。アメリカ地質調査所は同日午前9時54分頃に、 北朝鮮気温の南西約100キロの山の中で M4.7 の地震が感知されたと発表。前回核実験時の M4.3 より0.4増加した。日本の気象庁によると午前9時54分40秒に M5.3 の揺れを観測。震源地は北41.2度統計129.2度。 前回の M4.9 より0.4増加。これは放出されたエネルギーが約4倍になったことを意味する。また、P 波の振幅が大きく、S 波は小さいという人工地震の特徴も見られた。韓国気象庁も今回、M4.5 と観測地点が違うため、各国数値は異なるが、いずれも前回各実験時より数値が大きくなっており、振動の規模だけなら、 インドやパキスタンの核実験とほぼ同規模という意見もある。また、爆発規模についてはまだはっきりしていない。米の核専門家は4キロトン前後と分析する。一方、ロシアや韓国は最大で長崎型原爆並みという見方を示している。また、米国の核専門家らは前回の核実験時に事前通告4キロトンの出力で1キロトン弱であったので、 再度実験を行い、成功させた可能性があるとの分析も行っている。ロシアのチュルキン国連大使は核実験緊急会合を開催するとした。午後に開かれた国家安全保障会議で韓国の軍事当局は偵察レベルを引き上げると発表した。国際連合安全保障理事会は国連憲章第7章に基づく制裁行動として 具体的に経済制裁に関する行動を定める第41条が言及された国際連合安全保障理事会決議1874を採択した。決議1874では核実験の強行を最も強く非難するとともに核及びミサイルの拡散に関わる資金を凍結することや人物金に対象を特定した制裁を課すことで武器等の輸出入を さらに制限する内容となっている。94円台で推移していたドル円相場は、ミサイル発射の報道がされると、円安、ドル高となり、ロンドン時間に入り95円10銭まで上昇した。ユーロ円相場は週末値より反落し、2円15銭円下の130円55から65銭まで下がった。韓国総合株価指数は一時ント下落した。ウォン ドル相場は1%下落した。日経平均株価は1%上昇し、金融銘柄が買われ、自動車銘柄は下落した。ありがとうございます。